関水。関水。関水,水 ?215 年は、中国五漢末期の武将。字は、文訳、三国志義士、武帝記、職史、馬長伝、五漢書、東卓伝等に記録がある。五漢末期における領州、漢中軍閥の中核を担った人物で、その生涯にわたって、領州の派権争いを続けつつ、中央への反乱を繰り返した。元の名を、 漢約という、霊帝の時代、返上とともに、正方で高く評価された、武帝器が引く、転略。経理として、落葉に赴むいたとき、何進むに目をかけられた。このとき、何進むに大使館岸を中滅するように進言したが、何進むが従わなかったため、郷里に引き上げたという、武帝器が引く、転略。年、領州で、族や、 奈良間川崎の盗賊、創建、王国らが反乱を起こし、北の宮白玉、李文校を将軍として擁立した。彼らは、金城軍まで来ると交参したふりをして、返上、漢役ら数十人を人質に取り、森京行為の両印、金城大衆の鎮意を殺害した。しかし彼らは、返上、藩役を釈放し、擁立した上で軍政を委ねたという。このため、 同西軍では、返上、反役が、続徒になったという噂が飛び交い、領衆が、両人に対して、検証首をかける事態となった。この時に、返上は、返上という名に改め、反役もなお関水と改めたという、五官所、霊定期、五官所、東卓伝、五官所、東卓伝が引く、検定春秋。なお、武定期が引く、転略では、総用、 北宮田村らが反乱を起こし、兵が明ら、関水を擁立したとある。関水らは衆軍を焼き払い、185年3月には、サンタスク地方に侵入した。朝廷は、候補隆、東卓を討伐に派遣したが、候補隆が成果を上げられなかったため罷免し、8月に、改めて長恩に、諸軍の軍兵を引きさせ、ミヨに駐屯させた、霊帝期、五官所、東卓伝。 まもなく、関水らもミヨに着陣したという。関水らは、長恩、東拓らと戦って、勝利を収めたが、11月に、東拓らに大敗しみれ中へ敗走した、五感書、東拓殿。翌年に、長恩が召し返されると、関水は、平明、キラ、北の宮白玉、李文光を殺し、軍勢を要して、老生を包囲した。なお、武帝機が引く、略では、 変症が病死したため、関水が名手になったとある。百八十七年、領収市氏の高雛が、ネイリを信用したため、邸や京が反乱を起こした。この時、関水がこれに続いて、反乱を起こしたので、高雛はこれらを鎮圧しようとした。高雛が、関陽大使の風章のいさめを聞き入れず、敵道まで赴いたところで部下の寝返りによって、 殺されると、関水らはそのまま進撃して、関陽軍を包囲し、風将を殺害した、霊帝期、五漢書、風将。また、皇妃なの芝であった、馬頭も、反逆して、関水らと合流し、王国を名手に衰退してサンタスク地方に侵攻した、霊帝期、五漢書、東卓伝。翌年、関水らは、沈僧城を包囲したが、候補高し、東卓に敗れたので、 名手の王国を追放した。王国は混乱の家中で死亡した、霊帝期、五官所、東卓伝。その後、関水らが権力争いによる殺し合いを始めると、彼らの軍勢も失散してしまったという、五官所、東卓伝。190年、朝廷の実権を握った東卓が長安への戦闘を図った時、東卓は戦闘に反対する要表らに向かって、 関水らから戦とさせるようにとの手紙が来ていると言及している。東宅死後、李閣、各氏が両夫を追い出し自分たちの政権を成立させると、関水、馬頭は李閣らに教順の意を見せ、長安に赴いた義氏、東宅伝。関水は鎮税将軍に任命され、領州に帰還し、馬頭も清政将軍に任命され、美に駐屯した義氏、東宅伝、植氏。 馬長伝。194年、馬頭は心変わりし、朝廷の反理核勢力や益州のリュと共に、長安を攻めた。関水はそれを聞いて馬頭とリカクを和解させようとしたが、結局和解させることに失敗したため、馬頭と合流することになった。しかしリュらとの襲撃の計画が外部に漏れてしまったため、関水、馬頭は、反中、各市に大敗した。この 関水は、沈層まで逃走したところで、藩中に追いつかれたが、窮地であったため見逃してもらったという、五関書、東卓殿、義士、東卓殿が引く、九州春秋。その後、両州に戻った関水は、馬頭と一気投合し、義兄弟のちぎりを結ぶなど当初は、極めて親しくしていたという、馬長殿が引く、転略。しかしその後、両州をめぐって馬頭とも対立し、 一転して、互いに殺し合う有りとなった、義士昭陽殿、馬長殿が引く、転略。その際、関水が馬頭の妻子を殺したため、和睦は一層困難なものとなった。197年、曹操は炎章との戦いを控えていたため、関中の混乱を収めようと、昭陽を派遣し、関中の葬式を委ねた、昭陽殿。陽は、長安によって、 長寸でを使者として派遣し、両者の対立を収めようとした。長寸でや領州牧のい田氏の仲介により、関水は馬頭との争いをやめることを誓い、その後は曹操の下に子を人質に送った上で、曹操の参加となった、昭陽殿、義子、長期殿、馬丁殿が引く、転略。二百九年、長武氏が、両州志氏の丹丹将を殺害して、反乱を起こすと、 翌年に関水は上昇して、蝶武氏を討伐し、自害に追い込んだ、義士、香伝が引く、転略。211年3月、武帝期曹操が、商用の計画で、関中の長路政党に出兵するため、過去縁らの軍を動かすと、関水らは、長路攻撃に囲つけ、通り道に当たる自分たちを攻撃するのではないかと、危惧馬蝶、洋脇、西洋、 リタマラ艦中の有力者らと交応して、曹操に対し反逆した、武帝騎。功能、強欲の者たちにはこれに交応する者が多かったが、森木が大使を務める加藤軍だけは、動揺しな方という、義士、森木伝、義士、敗戦伝が引く、義略、剣強士伝。曹操は、加藤へ、森木と、同軍出身の助皇を派遣した、義士、助皇伝。秋七月、 関水らは、同館により、曹操軍の曹人らと対峙し、伊水のあで9月まで、曹操軍と死闘を展開したが、決着がつかなかった、武帝器。しかし曹操が、敗下の核による、離間策を採用し、関水、馬長に対して、階段を持ちかけてくると、関水は、父と曹操が、同年の恒連であり、同時期に拒兵した間柄であったことから、 昔話に興じるなど親しく談笑したため、馬長らに疑われたという。また曹操がわざと馬長に関水への疑惑を深めさせるような手紙を送ったため、ますます関水は疑われた。曹操がこの足並みの乱れに常時馬長らを攻撃すると、関水、馬長は領州に逃亡した、武帝期。人質に送っていた関水のこと孫は曹操によって皆殺しにされた。 214年、馬長が帝族と手を組み反乱を起こし、両州の動静を乱すと、加工園は、両州平定のために攻めてきた、武帝器、義士、加工園伝。この時、加工園は馬長を撃つついでに、両州の抵抗勢力を一掃することを起とし、関水にも攻撃を加えてきた。関水は異民族と手を組みこれと懸命に戦ったが、加工園の軍略の前に敗れ、金城。 あるいは西平に逃走した、過去炎伝。関水は、炎光に背かれるなどその勢力を弱め、駅州の劉備の下に逃げようかと敗下の聖君秀に、漏らしたが、聖君秀が光戦を主張したため、関水もこれに従った、長貴伝が引く、天略及び、儀略。215年、曹操は長老を撃つため申請した、傭平関の戦い。西平、近上に割拠する工事、炎。 小医師は協力して、関水を殺害し、首を曹操に送ったという。七十四歳だった、武帝器が引く、天略。晩年の関水については、遺説があり、過去縁に敗れた後に、西平の各県に、被護されていたが、病死した後の首を切り落とし、曹操への手土産にした者たち方、という説がある、義氏、王治伝が引く、義略、純方伝。小説、 三国支援議では、東卓山党との交想時に、馬頭の同盟者として登場し、史実と同様に昔馴染みの藩中に見逃してもらっている。その後、石壁の戦い同期に軍友として健在であることが語られる。馬頭が暴殺された後、馬長の忠実な同盟者として、手下八部、洋秋、高専、超横、低銀、西洋、リタイル、馬岩。 両郷を率いて曹操を戦う。しかし、手下八部のうちの三名を失うなどを苦戦し、最後は、核の罹患の刑にはまり、怒った馬長によって、左腕を切り落とされてしまう。その後は曹操に降伏して、関内公に封じられ、過去を縁と共に、領州に泊まることになっている。また、年齢は、史実と異なり四十歳、百七十二年生まれに、相当という設定である。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。